アッシリアの勢力圏の変遷パクスアッシリアカとは、ラテン語でアッシリアによる平和を意味し、紀元前700年頃から紀元前620年頃までの間における新アッシリア王国の比較的長い安定期を指す。この用語はパクスロマーナと並行して生み出された。新アッシリア王国は、その半島を拡大し維持するために容赦なく武力行使したことで悪名高いが、 彼らの支配はパクスアッシリア化として知られる時代をもたらした。この時期の新アッシリア王国は現代のエジプトから東はペルシア湾、西は地中海中央部の大部分にまで至るという最大の成功を収めた。この時代の政治、経済、イデオロギー、そして軍事的発展はアッシリア崩壊後の時代においてさえ影響を及ぼし続けた。 ティグラトピレセル3世やシリア拡大の卓越した時期はティグラトピレセル3世の地政下に置き彼の勢力はメソポタミアやアナトリア半島、シリア、そしてエジプトに拡大した。軍事的、政治的効率を最大化した彼の国家改革は新アッシリア王国の確立を可能にした。彼はアッシリアの役人を弱体化させて中央集権化を進め、 総督を任命して国内に前々から残っていたわずかな勢力を分配した。また、上皇兵を用いて編成した大軍にて諸民族も征服した。彼の征服と、その息子らシャルマネセル五世とサルゴン二世によるアナトリアとレバントにおける征服後、王国はパクスアッシリア家として知られる辺境の要塞化と安定化の段階に入った。 新アッシリア人により軍事占領や征服地への貢ぎ物要求に用いられた拡大手法を考慮すると彼らはかなり否定的な観点で表現される。しかし地方の指導者の多くが勢力争いをしていたため広大な領土に発展させることがかつては見られなかった安定した権力をもたらした。この地域での権力闘争が終わるとその焦点は 経済の拡大と全般的な帝国建設に移行した。新アッシリアは従属する多くの不要国を抱えており、国家の生産性と利益が高いほど、超高額も高くなった。それゆえアッシリアは、自国のみならず彼らの周辺地域の発展を支援することが最大の利益になることを理解していた。この時期のフェニキア人とのアッシリア人の関係は、新アッシリア王国の さらなる経済発展に寄与した。当時のフェニキアもシ東シリアに従属した不要国であった。その地域の主要な経済的要因として、フェニキア人が広大な海洋ネットワークを確立した結果、彼らはワインや木材、造毛、金属、そして思想などとともに帝国内にて貿易活動をした。資源の主要供給源となった。 フェニキア人はより多くの資源と植民地を得るため、フェニキアの拡大をもたらす、大規模なシンシシリア王国の多量な需要に、応えるべく新しい手段を見つけねばならなかった。フェニキア人は、キプロス島、キリキア、クレタ島の3つの鉄の産地を支配していたため、地中海全域での鉄取引に寄与した。彼らの広範囲に及ぶ貿易網は、フェニキア人が商品のみならず、 アッシリアの文字や芸術、建築の製法への普及をもたらすような思想面の貿易においてもギリシャとメソポタミアを結びつけることを可能にした。センケナリブ以上の時代はアッシリアによる平和と呼ばれた可能性はあるものの、この時期の新アッシリアは反乱に対処し王国のさらなる軍事的拡大を進めた。バビロンは新アッシリア統において何度も反乱を起こしたが、ついには 紀元前689年に二度と反逆せぬよう、センナケリーブにより破壊された。しかしその後、彼の息子、エサルハドンによってバビロンが再建されたことで、最終的に、新アッシリアノとニネベの破壊に成功した、同国に対する反乱を引き起こした。新アッシリア王国の滅亡は、パクスアッシリア家の終焉と新バビロニアの台頭を、もたらした。ありがとうございます。